はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。マリオカート8デラックスやっていきます。この部屋で、初めて走るんだけど、一番最初にね、入ったことになってました。左上にいるね、左上に。でもね、なんだこのカロン。カロンってなんか久しぶりに見たな。一番スタートだったから、前走りたかったな。完全にミスったね。で、ここは、ショトカがある、ショトカ。ショートカットできるかな。じゃ、なんか変なカードの人多くない？ファロンっていう、リードセッターがある。アクション範囲があった。これも2枚しか取れてね。もうここはショートカどれだけできるかどうかだ。あと、このキャット日本人しかいない。前の人かわいそう。今に踏み潰されてた。え？何やった？みんな日本人だからそんな楽くないと思うんだけど。でもコイン少ないから集めた方がいいか。でもじゃあショートカだけ練習しよう。まあ、なんとかだった。で、これ4枚か。パクねから使わない、交換できんわ。このゴリラ食うか。食わせろ。恐竜は食いたくないんじゃないですか。じゃあ、アイテム入れ替え。ちょっとヤンキーみたいな、ゲームプレイだし、見ろ。最下位か。まあ、アイテムは悪くない。ちょっとキラー引きたいよな、最下位だから。このコースうまく走れないから。どうしてもキラー頼みになる。オッケー、本10枚だった。これでいいね。これで、次のダブルで入れ替えようかな。おい！あれ？早ぶ、避けろ避けろ。あ、当てなかった。あの樽、下の樽が今さ、出してよね。入れ替えんの、やめます。次のシングルになります。引かないで。もう最下位だ、これ。いや、でもなんかまだ10位。もう終わり、コインなんか2枚しかなくなってんだけど。ジャンプアクション入らんし。もう脳死でアイテムを使います。ヒラー！ヒラー出ない！いや、強いのか、これは。誰も持つなよ。お前ら。前の人持ってないね。前の人持ってなければ多分大丈夫。これ使うわ。サンダー、カロン回避してるけど、それおめでとう。キラもう使います。これも使うしかないでしょ、これ。待ってらんない。で、近畿のうまく使えるかな、このくねくね道。あ、でも切れた。最後直線でも近畿の使うか。あ、でもうまく完璧にショットができたぞ、これ。逃げろ、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 逃げろ。よう、呼んだら、完璧だぞ。引かれんの、引かれんの。俺、俺、もうちょっと、ちょっと、言葉が出てこない。言葉が出てこなすぎる。ちょっとさ、やっぱ焦ってる。追いつこう。あれも良い確定なんだから、近畿のあったし、エンドしてればどうせ回避できるんだから。ああ。いや、そのコースだけはみんな選ばないで。スノーボードクロスだっけ？あのコースはち無理。いや、近いよ。なんであれ落ちた？まっすぐ走れない。なんか薬使ってんじゃねえか。あのデイジー。飲酒運転かな、スノーボードクロス、これは無理ですね。これは無理です。はい。いっか。いや、今の。ちょっと。ひどすぎる。ひどすぎる。結構、過去、でも毎回なんか、もう一週間にね、3、4回ぐらいね、過去一ひどいとは言ってないか。過去、まあ過去3番目ぐらいにひどいレースをしてるみたいなことを毎回言ってる気がするんだよね。じゃあ最近ちょっとおかしい。だからチュレートが上がってねえんだよ。落ち着こう。あんなね、ちゃんとカートまっすぐして、
これ 200cc 早くね。これ絶対 200cc だ。これはもうキラー引かないと俺は無理。スターもダメダメ、キラーキラーキラーで、キラー早くなるから、あれ取れば、運取れば、もうこれでもうコイン取るわ先に。はい、これ10枚、 OK、 目標達成。なんで入れ替えらんねえんだよ、早すぎだろ。俺は俺ショットカタイム落ちるから冷静にボブ。ちょっ、もう一度打つか。暴れんなよ、落ち着け落ち着け。まだキラー来ても全然前も追いつくからね。キラー頼みです、本当に。オッケーオッケー、これいつ使うかだね。サンダー回避読む、多分もう一回振るんだよ。いや、あのあそこだ、初等化、初等化練習しよう。初等化やばいと思ったら使うわ。でなんかキラーを使って落ちることだから、これ最初の初等化無理ですね。ここだ、一回交換できるかな。前後ろ4人遅いね。逃げよう、なんか引かれそう。何か引け、何か引け、サンダーサンダーサンダー、来た来た。自動音声認識、おー使っちゃいよ。ドンキーくんいいよ、そんな相手に。あ、入れ替え、もうスターも使います、もうのしで使う、どうせ相手も入れ替える。キラキラ引け、キラこれキラ引けば強い。さっき落ちたから、なんかちょっと落ち着け落ち着け。キラ引かなかったけど、ない1個2個使って、引け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 、3 でかいで、アイテム勝ちです。はい、まあ、こういうアイテム勝ちなんだめ。てかさっきもね、で4位だったかね、実質。うん、さっきも4位だったから、まあ言うて悪くないか、そう考えれば。今度は2回引くって、うん、ちょっと運に恵まれすぎてるな、さすがに。はい、次。やっぱ、モーモーカントリーかな。まあ、打開できるのモーモーカントリーだよね。いや、でも、簡単に走れるのはあのランウェイだけど。いや、走れねえか。簡単に走れねえか。はい。なると、待ってます。いやー、まあ、でも今のアイテム使いは、うまかったんじゃない？アイテム使いっていうか、アイテム運が良かっただけか。さすがに。アイテム運。相手分だけで勝つの、まあそういうゲームだからね。ダクソでもある程度ね、ダクソでも6位に入れるゲームにしておかないとダメだから。でもガチのサウマ人とやるとさ、後ろから上がっても多分無理なんだろう。ちょっとやってみたいね、ガチの上手い人と。おお、ここは走るんだけど、やっぱ道だからね、走りやすいんだけど、他の車が邪魔だね。他の車がなければ、なければちょっとおかしいけど。他の車に当たらなければまあいい。まあだからテレスいっぱい引けってことだね。まあスターとかね。無敵アイテム。それに尽きるわ。だからじゃあ下がるのもありだけど。細いからね。だから原付バイクだから、空豆って。だから小回りで効くんで。細い道も、細いところも通れる。よくなんかさ、一般道で、渋滞中の時とか、原付とか、まあ、普通のバイク。まあ、普通のバイク、大型ないか。まあ、ちょっと小さめの 125cc っていうのかな。まあ、50cc のまあ原付バイクとかなら、普通に車の横通ったりしてるから、ね、ダメだけど。もう前走る。俺さ、あ、ちょっとなんかおかしい。なんでなんだろうね。なんで、マイク、あんななっちゃうんだろう。早く押しすぎなのか。引かないでね。全然大丈夫そうだ。まあ、ポイント取りましょう。まあ、相手分にしか勝てないから、やっぱ、後ろから行けってことなんだ。でも、ほんと、ストカッシュ最近ミスりすぎてるな。危ない危ない。あれでボムに当たって、被弾したらちょっとね、ぶち切れもんだからね。アイテム取ったらいいな。これ取れねえ。
まあ、結構前追いついた。いや、キラー引けよ。入れ替え？キラー引けまでちょっと入れ替えるか。え？なんか突破できなかったんだけど。危ない危ない危ない。ねえ、もっと、スターにキャラ揃った。まあまあ、リカバリ、リカバリ。まあ、8位だから、これ降りた方が絶対いいんだよ。だから、ちょっとあえて大回りするわ。一番左車線で、ゆっくり走ります。何にもアイテムつかなかった、キノコ。交換できてねえんだけど。辛い出来に、一個使って、サンダーフレ？サンダーフレか？何この、アイテム。これちょっとスナイプするわ。当たれ。ダメだ。ボム兵。乗り換えちゃう。サンダーかも。ちょっと早かったか使うの。強い。あ、でもクソ強いぞ。もうすぐ使って。まあクソになるんだ。E について。完全なる防御台数を作って、ちょっと嫌がらせ、あ、3位。いいね。今日4位、3位、3位だ。まあ、好成績で終えることができました。アマレードもね、結構漏れたね。はい。じゃあ、ということで、今日はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。